大分県サッカーの歴史を振り返る大分県サッカー協会75周年企画大分サッカーヒストリー。今回は大分トリニータ発足から初めての J1 昇格までをこの当時のメンバーと振り返っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大分トリニータは1994年に大分フットボールクラブとして発足。当時は大分トリニティという愛称で呼ばれていました。大分トリニティを応援するサポーター第1号は古澤慎二さん。現在大分トリニータの広報として活躍しています。まあ、大分にも J リーグを目指すクラブ、まあ、トリニティができて、まあ、そう必然的にサッカーが好きだったので、まあ、試合の会場に足を運んで応援をしてました。 J リーグを将来目指すんだっていうふうに言ってましたけど、本当にどうなのかなっていうのは、まあ、世の中一般的な意見だったと思いますね。そして当時2代目キャプテンとしてチームでプレーしていました向井選手。95年の春のキャンプぐらいですね、別府の野口バルで片野坂選手も、はい、あの監督がいるんじゃないかと思います。当時の、ね、広島のユニフォームを着た片野坂、はいはい、でこの辺にあの古澤さんが太鼓を持って、ね、応援してるんではないかという、はい、それ向井さんですね。そうですね、はいはい、です。そうですね、はい、これユニフォームは初めて2校目です。これは2校目で、はい、1校目がですねこんな感じですね、はい、厚手のめちゃくちゃ時代感じますね、これ、うん、これは、まあ、これはレアです、ね、ユニフォームもね機能性がね今は結構ね厚手ですだんだんユニフォームも進化していてね、サッカーとともに進化していってる、はいね、順調にステップアップを続けた大分トリニータは2002年に J2 優勝を果たし J1 昇格を勝ち取りました。その時のメンバーが今回の対談に参加してくれた西山さんと金本さんです。ユニフォームと、ね、スパイクをそれぞれ選手時代のものを持ってきてくださってますが、これ洗濯したらボロボロになったんですよ、ね、自分で洗濯したんですかそれ。もちろんです、もちろんです。あ、本当ですか、はい、ちょっとねあのやっぱ歴史を感じるそうですねになってますけど、やっぱりでもすごい最初の頃と比べるとやっぱりそちらの生地はちょっと薄くなってますね。薄くなりましたね。ちゃんと J のマークもついてますし、そうですね、はい、入ってますし、はい、スポンサーの、はい、ネームもついてますけど、うん、金本さんが加わった年からちょっと J1 にねこう手が届くっていうようなところだったと思うんですけど、上がれないとかチームが良くない時って絶対にこうあの良くない空気というか人のせいにするのがやっぱあったなっていうのは、てっぺちゃん来た年ですよね、上がったの2002年ねですよね、うん、はい、あの年は本当振り返ると不思議にこうみんながこうなんかプラスの発信をよくしてたな。それはもう選手もスタッフもフロントもサポーターも全部がなんかそんな感じだったんですよね、うん、まあ、グループの輪は良かったと思いますね。であとはねもう一つあのフィジカル的にめちゃくちゃ走らされたんですよそれが大きかったかなと思ってて、要は試合60分頃に相手がこう体力的に落ちていくのが分かる、でも我々はずっと走れるっていう、本当になんかそこの自信はなんか大きかったですね、うん、クラブとしても最初の目標というか全く何もないゼロからスタートして、それこそ向井さんとかセレクション参加して選手が集まって、そこから土のグラウンドでやってきて、ようやくJ1 という、まあ、日本のトップリーグにクラブが上がったっていうのは、まあ、本当に嬉しかったですし、まあ、これからこのクラブをさらにあの大きくというか長くしていかないといけないなっていうのはその時思いましたし、まあ、単純に嬉しかったですね、やっぱ、うん、向井さんはどうですか。はい、上がっていくっていうのはねすごく面白いことなので、ですけどここからこうまたねさらに上をっていうのがすごくもう難しいところなんだろうなっていうふうに思っています、はい、
ただ実際2002年上がって2003年以降実はかなり苦しかったんですよね。そこも残留するために本当にみんなが必死に戦ってたっていう状況だったですけども、まあすごい苦しかったですね本当に、うん、ただその中で2008年ナビスコカップ取ったりとかっていうことにつながったので、まあ、着実にこうクラブがこう体力つけてきたのかなっていう思いではいました、その当時は、うん、今後のトリニータ、まあ、もちろん J1 に復帰するのとやっぱクラブワールドカップで世界にこう大分っていうトリニータっていうのがすごいこう期待をするっていうところですかね。残念ながら J2 にいますけれども必ず昇格したいですね、うん、そして定着したいと思ってます。次回は2002年に大分県でも開催された FIFA ワールドカップを振り返ります。監督&新加入選手一問一答、今回は片野坂監督に30の質問をしちゃいました。片野坂智弘です。名前の由来はちょっと聞いてないんで分かりません。1971年4月18です。血液型は O 型です。なんだろうな、八方美人、真面目なとこと気が利くとこかな、はい、ネガティブ。鹿児島県鹿児島市です。食事が美味しいのと焼酎が美味しいのと、まあ鹿児島も温泉があるんで温泉ですかね。まあやっぱり桜島シンボルですね。あの遠くから見るのと近くで行くのとまたちょっとスケールが違ってあの迫力があるのでいいと思います。真面目にコツコツとやってたと思います。サッカーとの出会いは小学校3年生の時ですね。三日坊主で辞めそうになったけどみんなのその支えで続けることができてここまで来てます。 AC ミランのバレージとか好きでしたね、はい。まあやっぱりみんなで目標に向かってそして勝つことができた時にやっぱり喜べるっていうところが、はい、楽しいですね。トリニータで言えば J3 優勝、 J2 昇格、 J1 昇格っていうところであったり、まあ、天皇杯負けましたけど準優勝であったり、まあ、何かしらの成果を上げた時ですかね。応援してくれる方々に残念な思い悔しい思いをした時、やっぱり降格だとかタイトル取れなかったとか勝てなかった試合、まあ、そういったところですね。実るほど神戸を垂れる稲穂かなとかが好きですね、はい。まあ、やっぱり感謝を忘れずにやることが好きです。まあ、やっぱり家族ですかね。家内であったりとか親であったりとか、あとは信頼できる方々に意見を求めたりします。まあ、母親ですかね。僕がサッカー始めた頃からのサポートであったりとか送り迎えであったりとか、まあ、本当に見えないところで支えてもらったおかげなので、まあ、母に関しては尊敬してます。時と場合によってまたいろいろ変わるんですけど、まあ、今は温泉を巡りたいなと思います。まあ、宝物は、まあ、やっぱり家族はもちろんのこと、まあ、やっぱ時計かな、はい。プロになってからは左のサイドバックで5番の番号をつけることがあったんで5とかもまあまあ好きですね。小さい頃はなんかお金持ちになりたかったんで社長になりたかったですね、まあ、ちょっと亡くなったんですけど自分の父親に会いたいですね。2歳の時だったんで、まあ、僕のこう大きくなったこういう今仕事してるっていうものをこう知らせたいなと思います。自分のペットの写真をやることが多いですね。歯磨きとマウスピースをつけること、まあ私にとっては本当にもうなんだろう、ふるさとというか大分県のシンボル、まずはこの大分トリニータがさらに発展できるように、まあ、やはり J1 昇格を目指してさせるというか導くこと、そして J1 で定着するチームになるようにサポートすること、まだ監督やってんだなっ
ていうとこですかね。はい、次回もお楽しみに。キックオフ大分。ヴェルスパ大分はホームタウンの別府市で新体制最初の全体練習を行いました。去年は序盤で首位に立つも最終順位は6位。今年は J2 などから12人を補強し悲願の J3 昇格を目指します。注目は10年ぶりにヴェルスパに復帰した福光隆樹選手。セレッソ大阪時代には天皇杯優勝やアジアチャンピオンズリーグを体験。豊富な経験をチームに還元し昇格させようと意気込んでいます。ヴェルスパにとって本当に勝負の年でもありますし、スタジアムで一人の多くの方が足を運んで自分たちのプレーを見てくれたら嬉しいなと思います。ヴェルスパ大分は24日に大分トリニータとの練習試合を予定。 JFL の開幕戦は3月10日、ホームにアトレチコ鈴鹿を迎え撃ちます。